清江会病院は大阪府堺市堺区にある病院である。社会医療法人、清江会が経営する。私立堺病院の西区への移転に伴う後、利用事業者として、私立堺病院ご利用事業者選定委員会において審査が行われ、2011年12月、清江会が選定され、現在地に開院した。新型コロナウイルス感染症を疑う患者の、 PCR 検査について、従来の帰国者、接触者外来を設置する医療機関等に加え、大阪府、大阪府医師会、大阪府看護協会の協力のもと、検体採取場所を確保し、検査体制を拡充している。車に乗ったまま検体を取る方式で、検査時間を縮めて、件数を増やし、感染拡大の防止を目指す。検査対象者は、 新型コロナ受診相談センターへの相談により、発熱等の症状から、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者のうち、保健所長が必要と判断したものであり、本人希望による受付は、原則できないが、緊急性のある場合には可能である。徒歩で来てもらう、ウォークイン方式も設け、1ブースで1時間に4人ずつ検査する。場内には2ブースを設け、 福井師会から派遣された医師が検体を採取し、看護師が補助する。大阪府下の1日の検査数を2倍に倍増させるためこのドライブスルー方式が導入された。1人15分程度で済み、従来の診察室で受ける検査に比べ待ち時間がなくなるため、検査にかかる時間が大幅に短縮される。発熱外来において2020年12月22日に、 厚生労働省から通達のあった自費検査を提供する機関が利用者に情報提供すべき事項を開示して新型コロナウイルス感染症に対し検査を行っている。また、医療機関でのクラスターの発生状況も踏まえ、医療従事者の負担や疲労、それに伴う免疫機能の低下による新たな健康被害の拡大も危惧されているため、 医療崩壊を防ぐためにも職員は検温等の健康管理やマスクの着用、手指衛生を実施し、感染から守り、広めてしまわないことが大切だと考えている。そこで PCR 無症検査を通じて医療従事者を支え、負を支える取り組みを行っている。新型コロナウイルス感染症の診断における、ビーントーヌグい液及び、唾液の有用性について、 発症から9日以内であれば、両者で良好な一致率が認められるとの研究結果が示されたので、令和2年6月2日に、厚生労働省から、症状発症から9日以内のものについては、唾液 PCR 検査を可能という通知が発出された。これを受け、厚生労働省で承認されている対外、診断用医薬品を用いて、新型コロナウイルス PCR 検査を実施している。 唾液に CC を容器に入れるだけの簡単な検査で、医療者側にも安全で暴露する心配がない。これは検査結果が出るまでに数時間かかり、また、陽性が疑われた場合などは、再検査に回るため、二日以上かかる可能性がある。保険外診療で、自費診療となり、証明書が必要な場合は、直接来院する必要もある。今、 感染しているかいないかが分かる検査であり、厚生労働省で承認されている体外、診断用医薬品を用いて、鼻の奥の粘膜、唾液から検査が可能。鼻咽頭のおい液をスワブで採取し、試薬を用いて調べる迅速かつ簡便な検査。検査結果は当日約30分で判明する。PCR 検査に比べると迅速かつ簡便で、 安価な検査である代わりにウイルス量が多くないと検出できないという特徴があり、偽0陰性の割合が PCR 検査に比べると高いとされる。そのため、やや感度が低い検査であり、陽性となった場合は確定診断として十分な判断材料となるが、陰性となった場合も完全には新型コロナウイルスに感染していないと確定することはできない。また、 保険外診療で、自費診療となる。プロラストサーズ株マイナスにアイム、イグキットを用いて、少量の血液で検査をすることができ、抗体検査で陽性であれば、過去に新型コロナウイルスにかかったことがあることがわかる。体外で抗体を持っていれば今後、新型コロナウイルスには感染しない、もしくは感染しても、軽症で済む。イグアイム抗体は感染後一から二週間後から、 上昇し、イグ抗体は数年の間血液中に生成される。また一般的な抗体に関する見解として、抗体が陽性の場合は、再び感染するリスクは少なくなると考えられている。血液を検査キットに垂らすことで、約20分で検査結果が判明するが、保険外診療で自費診療となる。急がれるワクチン接種について、酒井氏は、 大阪府内の他の自治体に先駆けて2020年12月新型コロナのワクチン接種に向けたチームを設置。堺市では2021年3月下旬頃から市内の高齢者23万人に優先的に接種を始める方針で市内にある約20の病院を接種場所として確保することを目標に交渉を行っている。 また、大阪府による新型コロナウイルス対策本部会議において、職員向けのワクチン接種が先行して3月初旬に開始される。まず、国による医療従事者向けの接種が2月にスタートした後、府でも3月初旬から開始。また、同月の中旬から下旬にかけては、市町村主体で、府内約230万人となる65歳以上の高齢者への接種がスタート。 その他の人は4月からを予定し、基礎疾患のある人が優先的に接種されることになっている。厚生労働省によると、使用されるワクチンは、米国モデルナ社ワクチン5000万回分、米国ファイザー社と英国アストラゼネカ社のワクチンが、それぞれ1億2000万回分で、計2億9000万回分。いずれもワクチン開発が成功した場合に供給を、 受けられるよう契約締結や基本合意に至っていると発表されている。各ワクチンは管理方法などが異なり、接種に至るまでの輸送、保管、人員の確保など様々な課題がある。ワクチン接種を確実かつ迅速に進められるよう、要1月1日に健康医療部内にワクチンチームが立ち上げられ、職員へ接種希望調査を行い、13日には 府と市町村が実施体制の確保について調整、ワクチン接種に向けて進めている。府では医療従事者へ優先接種に向けた事前調査の協力依頼を15日まで実施。また、各施設に接種希望人数や寺院での接種可否などを確認している。府は特措法24条に基づき、府市立病院協会に対して、 当院を含め200床以上の拠点病院など27カ所で計30床の追加確保を要請している。応じなければ緊急事態宣言時に指定公共機関に指示ができると定めた特措法33条に基づき指示に踏み切る意向である府内に約1500床あるコロナ病床を運用するのは公立、公的病院が中心で民間病院のベッド数は約3割。 府内には約430の民間病院があるが、病床を運用しているのは46病院と約1割にとどまっている。吉村博文知事は、同法33条に基づく指示の権限も行使したいと、兼ねて言及しており、同法に基づく指示を出せば、全国初となる。府内では2020年11月下旬以降、 重症病床の運用率が8割を超えて切迫。府は12月下旬、府内にある当院を含む2次救急の民間病院のうち呼吸器内科などがある約110病院に対して計200床の上積み確保を要請した。過去に隊員での医療ミスに関する患者情報を暴力団組員に提供し、その組員が恐喝容疑で逮捕されるといった 情報漏洩事件が発生している、ハット AB 清江会が私立堺病院の施設ご利用者に選ばれました。移転のお知らせ読売新聞昭和55年10月12日長官、交通アクセス。清江会病院。2021年1月9日閲覧。ありがとうございます。